ボビ,ボビー・クラーク、ボビー・クラーク、ボビー・クラーク、本名、ロバート・ R ・クラーク、1949年8月13日帯は、カナダマニトバ州、フリン・フロン生まれの元プロアイスホッケー選手である。ポジションはセンター。NHL では、フィラデルフィア・フライヤーズに所属し、キャプテンを長く務めた。引退後も、同チームのマネージメントを行う、マネージメントに参画してからは、 ボブクラークと表記されることが多い。ホッケーの殿堂入りを果たすとともに、カナダ最高の勲章オーダーオブカナダを受訓している。ボビークラークの故郷フリンフロンは、工業が主体の小さな村である。クラークは、毎日何時間か鉱山で作業を行いながら、8歳の時から加入していた地元ジュニアのホッケーチームでプレーを行ったと言われる。 1967から1968シーズンには51ゴール、117アシスト168ポイントを上げて、その得点力とリーダーとして支出は NHL のスカウトたちに高く評価された。しかし、プロ入りには一つの大きな壁があった。それは、15歳の時糖尿病と診断され、毎日インスリンの注射を打って自己管理を行わなければ、 生命を維持できない体であったことである。1969年の NHL ドラフトで第2巡目全体で第17位の指名を受けてフライヤーズに入団する前にはプロからの指名が誤破産となるのを懸念したクラークのコーチが北米でも指折りの医療機関とあれるミネソタ州の名誉クリニックの医師に頼み込んで クラークの持病がプレーするのに差し支えない胸の診断書を作成してもらったと言われる。フライヤーズ入団直後には軽い朝食しか取らないで、キャンプに臨んだために混沌してしまうといったこともあった。しかし、食事療法により病と付き合いながら徐々に成績を向上させ、1972年にはその忍耐強さ、国旗心によってビールマスタートン記念賞を受賞した。 後年、クラークが試合に臨んで食べたものは語り草になっており、まず、ゲーム前には炭酸飲料にスプーン3杯の砂糖を加えたものを取り、試合のピリオド間の休憩や試合後、オレンジジュースに加糖したものを補給した。またチョコレートバーやブドウ糖が添加されたガムを常にバッグに入れていたとも伝えられるが、これらは全て60分間の試合において激しい運動により、 血糖値が低下することを防ぐためであった。アイスホッケーは言うまでもなく、体の接触を伴うスポーツである時に流血を伴い、一般的に糖尿病患者は感染症に弱いと言われるが、クラークのプレースタイルは、時にラフと言われるほど必要なチェックを行うものであった。過酷な NHL で長く、しかも濃密と言える、現役生活を送ることができた影には、 前日の食事に対する工夫などの努力があった。クラークは1969年から1984年まで NHL 通算で15シーズンをプレーしたが、フライヤーズ一本槍で生涯358ゴール852アシストの記録を残した。1969年のフライヤーズのドラフト指名後、モントリオールカナディアンズ。 デトロイト・レッド・ウィングスの2チームから持病を抱えた新人のクラークに対し相次いでトレードのオファーがあったと言われており、クラークに対する評価の高さがうかがわれる。フライヤーズでは1973年から1979年までと1982年から1984年までチームキャプテンを務めたほか、 現役選手ながら1979年から1982年まではアシスタントコーチも兼任し、勝手 NHL のスカウトが見抜いた通り、現役生活のほとんどにわたって強烈なリーダーシップと献身ぶりを発揮した。この間1974年と1975年にはフライヤーズのスタンレーカップ連続優勝の快挙に貢献した。 もっとも、クラークの率いた、当時のフライヤーズは、お世辞にもスマートなチームとの評価は受けておらず、厳しい当たりや、ラフファイトは頻繁で、他チームからは、ブロードストリートブリーズとも揶揄された。クラーク自身も、単なるテントリアにはとどまらず、時にラフプレイや乱闘に加わることもあったと、伝えられる。また、リンク外の契約交渉では、 自己の年邦交渉を有利にするためチームのフロントと密約を結んでいたとの噂もあった。クラークに対する評価は才能に恵まれた史上最高のチームリーダーとするものと指売りのダーティな選手とするものとが混在している。1972年のサミットシリーズ対ソビエト連邦チームとの対戦でクラークはカナダチームのメンバーに選出された。この当時カナダチームは USSR の実力を見くびっていたとも言われ、対戦するが、センターのクラークと彼が統率する、トロントメープルリーフスの、両ウィング、ポール・ヘンダーソン、ロン・エリスの活躍もあってカナダはこのシリーズを4勝3敗、1分けと新勝した。なおクラークは、USSR のスター選手であったワレリー・ハルラモフに、大使恋とも言われる悪質なファールを行っているが、当時の、 いわゆる冷戦状況のもとにおいて、カナダではこれを批判する声が少なく、むしろクラークは国民的人気に寄与したとされている。クラークは引退後もフライヤーズとの関わりを持ち、チームの会長兼、ゼネラルマネージャーを務める。組織運営にも手腕を発揮し、2004から2005シーズンにはフライヤーズ参加の2つのファームチーム、トレントンタイタンズ、 トレントン・タイタンズとフィラデルフィア・ファントムズ、フィリデルピア・ファントムズのそれぞれが所属のリーグで優勝を収めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。